ーの、ピカルさん、チャーミンです、ひよけんです、井上です。今日はですね、川越に来てます、はい、いやいい天気ですね皆さん、それとも水も滴るようところでというわけで、川越江戸の日散策ツアー、イエーイ。さあ、見てください、この天気。いろんなね、催し物だね。そうね、すごいいっぱいイベントがね。まず、火縄銃の鉄砲隊の演舞、もう完全に無理だね、湿気てね、湿気てね。まあ、一応、中止って書いてないから行ってみようかなとは思う。なるほどね。川越飛び組合はしご乗り、お中止です。あ消防音楽隊による演奏、お中止です。ねえ、練習さん、まあね、かわいそう。で、あとは氷、うん、川神社裏の川の船、あ、船遊び、船遊び、ね、完売です、はい、完売です。あ、まあね、2週間ぐらい前に見たんですけど、はい、もう完売でした。あとは桜を楽しむ会、うん、中止、中止、中止で、江戸の町人の接客が時代劇、和楽器の演奏などがある、そうそう、ちょっと楽しみ、川越江戸の日、うん、中止着物姿で桜路地裏探訪、お、中止です新桜祭り、地元有志がさまざまな芸能を発表します、お、中止ですお花見コンサート、なんと出演サイタマティック、お、和楽器で演奏で、あ、すごいいいね、和楽器カルテット、うん、中止ですで、石田の春祭りも中止だし、はい、石原のささらし姉妹も中止です。おすごいな。指定文化財の三好神社の社殿を一般公開も中止となってます。クリスマス中止かあるのは、うん、盆栽店、あ、盆栽店、歩いてきたところでやるおせんべいとかの方が作りたい。そうだね、そうだね今日はもうね、江戸の日の歌だったけど、あ、雨でも遊べる川越をちょっと、ね、それしよう、ね、そうです、そうです。じゃあ急遽タイトルコール変更です。雨でも遊べる川越周辺、イエーイ。いや、あえて雨の日をね、今日狙ってね、で、新しく取り戻そうとしてるぶっつけで、はい、ちょっと何があるか回ってみましょう。そうですね、行くよ、レッツゴー。まさかの全部中止というわけで、はい、この辺がポイントなのかな。そうね、ここは一番メインのポイントだよね。メインの、まあでも、たくあしも結構スラスラとあります。ちょっと回ってみましょうか、うん、菓子屋横丁のお醤油焼き団子を買います。はい、ありがとうございます。美味しそう、見て、すげえいい匂いだよ。ほら、お届けできます、この匂い。すごい、あー、いい匂い、美味しい。じゃあ、いただきます。あ、美味しい、うんうん、美味しい。あんまりこう、ネバネバしすぎなくて、うん、お米の味がしっかりしてて美味しい。シンプルの醤油でね、うん、何よりこれ無理やりなんだよ。うまいよ、マジで安い。10本食えるんですよ今から手焼きせんべい体験していきます。ひめくん、おせんべい焼きチャレンジです。まあね、甘いおせんべいを今日は作っていこうと思います。最初にザラメを真ん中の穴に入れて割り箸をかきます。わかんない、いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、アンドゥ、トロー、ワン。そこに入ってきます、トロー、ワン。それを真剣にやるひめくんです。全然曲がらん。どうかな、膨らんできたかな。はいはいはい、はい、お、やばい、これは大失敗のやつだあ、これ大失敗のやつだ。あそこで耐える、耐える、耐えると、ほら持ってくる、持ってくる、今だ。いけ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 
キセピッコロ。これ大きくなってきたか。これ以上いかないの。これ以上いかないか。さあこれをね、今度は線の部分をね、やらないと線の部分をやりきます。はい、これをね、はい、このね、姫くんのこの手つき、このね、見てこの線の動き、その狙う姫くんを俺は狙う。この姫くんの真剣な顔、大変ですよ、こっきり見えない。あ、すごい、もうだいぶ膨らんでる。これだ。そろそろ膨らんでくるのかな。お、来た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 来ました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 。じゃあ私は何かしようかな。こっち側が焼けないね。焼けないね。片側来ない。あ、来た来たか。うまい。奥に、あ、奥に入れたかったからか。いや、上手です。本当に細いところに。ここがいいか。コラボになったりしてる。もうちょっと大きくなったような気もするけど、最初だしね。餃子みたいになってる。なんかハム持ってるみたいになってるよ。頑張れ頑張れ、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 生ハムじゃなくなった。俺このね、ずんだが一番好きだからね、これ失敗したくない。おっ、あ、やばい、あ、やばい、うわあ、やばい、持ち直せ、持ち直せ、落ちる、お、頑張れ、頑張れ、こっち側、頑張れ、持ち直せ、持ち直さないか。これは持ち直さないね。ああ、死んだね、これ。あ、片側死んだね。片側死んだね。片側ね、キャタピーみたいな。私はそういうこと言えないじゃん。芋虫みたいな。芋虫言わないの。これ食べましょう。どこ、ね、どこで食べるのこれ。じゃあ、ありがとうございます。次は芋恋さん行ってみましょう。さっき自分で焼いたおせんべい食べてきたいます。だから一番失敗したこのキャッピーみたいなやつ。うまいよ、これ。たぶんね、巻き上がってるけど、硬い、うまいで、あの、自分で焼いたからもっとうまいで。これさ、江戸の日じゃなくてもいつでもやってるんだもん。そうそうそう、予約も必要なくて650円でできるんで、みんな焼いてください。絶対うまいから。というわけで、わらび餅早っ。うまみさんのわらび餅。うまい。何がありがたいって、この屋根がありがたいって。いや、本当に超ね、雨だからね。本当に芋恋、芋恋、もうね、川越って言ったら芋恋ですよ。そんな有名なの。有名。僕は大好きです。なんか、シースーボーチがね、うまいって食べてると思ったので。餃子の皮みたいな。いや、本当そんな感じ。そうそうそう。で、中にお芋とあんこが入ってる。割ろうとして失敗したな。やっぱうまいわ。あ、そう。さつまいもの率は高いんですよ、これ。あ、なるほど。うん。あんこさん、さつまいもなんだから。あんこはね、あの、本当に手さばりすぎず、うん、ちょうどいい塩梅でね。甘すぎなくていいんだね。これしか。これ駄菓子屋があるよ。よし、好きな駄菓子1個買おう。1個だけ駄菓子チャレンジ。何を買ってくるんでしょうか。ね、みんなどんなもん買ってくるか予想してください。というわけで買ってきました。まず、みずさんは一番子供の頃これ一番食べたよっていうこれですね。ポテトフライ。それよく食べれるよね。フライドチキン味。え、何買いました。私は一番子供の頃に食べてた。あー、懐かしいね。なんか、近所に
に下屋ってのがあって下屋そうでノート書いてるけど時についでにこれをこれさ何が言って開けるところがさこうなんだよね指入んないじゃん入るよで姫くんはビッカーこれ子供の頃食ったら一番お得な感じだったよねめちゃくちゃ食ったこれでご飯食えるからガチでこれさ、うん、子供の頃、ね、本当にチキンなのかなと思ったらそうすり身なんだよ ね, なんだよねそう懐かしいいただきましょういただきますあ、懐かしいうんうん俺多分これのせいで、うん、鳥好きになったからあ、懐かしいちゃんとコーラっぽい感じのこのチワシャじゃないんだけどなんて言ったらちょっとなる感じあね、ラムネいや、駄菓子だったらこれだよっていうのがある人はコメント欄に書いておいてくださいそうだね、自分駄菓子だったら名人お願いします絶対これでしょってきっとね、あると思ういや、豚麺でしょとかねある豚麺ね、箱買いしてた美味しいよねで、駄菓子屋でさ、みんなゲームやってるとこで豚麺食ってるとなんか勝者みたいになってるね一人だけ確かにみんな食ってるの待たないからあ、そうそうもうみんな遊び込んでるちょっと待ってあれは一気にできるよねしかもフォークもこんなちっちゃいからわかるもうわかるわかるガレスコ豚の角煮とうどんと姫くんですチェジプラの方ぜひクックお醤油とパウダー醤油お試しくださいパウダー醤油なんてあるんだすごいパウダー醤油普通のパウダーじゃんセットでーわうまそう柔らかそう柔らかあんな油も溶けて消えちゃう。へえ。うま。じゃあ食べなくてもいいんだ。本当に。かき揚げうどんセット。じゃあ寒いからめちゃくちゃうまそう。うん。うん。ちゃんとしっかりコシがあって美味しい。もうね、誰かさんのせいですね。一回取れてなかったんで。あの初めて食べるよみたいなリアクションをねもう一回やることになってます。マジでごめん。マジでごめん。あのもう薬味も入ってるところに入れまして、うん、あ、すごい歯ごたえ、もちもちのコシがすごい、うん、もう二回目だけど言うの、かき揚げが、この、あ美味しそう、これね、うん、パウダー醤油、とかあった、この店でね作ってる、これをいただきますよ。うん、あ、うまい、うん、玉ねぎは甘いし甘くて、うん人参が甘いし、うんうん何より、さつまいもが入ってるさつまいも入ってんだ、うん、これならではなもんねそうだねでもこれがね、角切りになってるからね、うん、この歯ごたえが全部コリッコリッとしててうんやつカクサクじゃんへぇーへぇー川越ってさ、ふがしが有名なんでしょでっかいみたいなやつねそうそうそう、多分ね、1メートルとかあるんだよねこれスイーツ王子としてはさ、何個かあるよ。あるかどうかはまあまあ置いといて、でもスイーツ王子はほら何回でも食べたいからさ、それを一心不乱に目もくれず、他のことを気にしないで一気に食べ終わるっていうのを。うまっか。じゃあ分かった。柏横丁に行って、うん、予想して、一番遠かった人は、この駄菓子を最後まで食べてさあ、というわけで、はい、今さっきの駄菓子屋の前まで来まして、うん、はい、そうですね。で、駄菓子の値段を見るんですけど、はい、そうじゃあ750円よりハイアンドローで分かれるあ、そうする？じゃあ俺は750円より下僕は上750円以上だったら王道勝ちあ、そうそう以下だったらうちらの勝ちそうだね、まあうちらはまあそういうことじゃないから2つに分けて食いましょうそうだね出たいよじゃあ見に行ってみましょうかベビーカステラとかで無理やん私ベビーカステラ100個食ってる猛者だからね今そうだよあほらあれは好きだけあるだよ見えてきたよあれだよふがしうわでかっいくらあしないね一番長いので600円というわけでというわけでお芋味の550円だって言ってましょうなんで今大きいやつねいやどうせたまんない芋味食べたいじゃん95センチだあっちだってちっちゃいもん何を言っているちっちゃいちっちゃい全然ちっちゃい何センチほらこれだけだもんこっちは日本一なのこっち日本一じゃないじゃん俺は日本一じゃなくていいまあ
せっかくそうそうゼロ食べたいもん食べた方がいいもんね。そうだね。マジ言ってるの。長えよこれ。カレスコ。ひめくんのこれがふがしですって。これじゃないの？ドラクエだったら30ゴールドで売ってるコンボみたいなもんだよね。キロ棒みたいな、ね、うん。あと亀仙人が持ってるやつだよね。本当？亀仙人みたいな匂いした？ついたし。これをそう一気に最後までバグバグっといきましょう。よーい。ビビー。だけどこれさ、お水とか何も感じないで始めたの、うん、地獄じゃない？それがいいの。お水なしでどこまでいけるかっていう話だから。中黄色い？うん、えすげえお芋じゃん。お芋の香りがすごいのよ。お芋の香り。あのもそもそと食べるのね。草食動物見えてきた。アルパカがさ、わほって食う。来るよアルパカ。そろそろ来るよアルパカ。アルパカ。もうなんか目がうつろになってきたよ。もう結構しんどい。アルパカ。ナイパカだわ。今やっと3分の1ってとこかな、うん、そうね、3分の1だね。なんか凶暴になっちゃう。凶暴アルパカが出てきた。凶暴なクラッシュマオ。鳴き声。マオって鳴くのかな、この動物は。ありがとう。グーヌーが欲しい。グーヌー、グーヌーが。今半分ってとこだ。マジで？やっと半分食べ終わった感じだと思う。ほら。ほら。本当だ。うわ、マジか。ほら。本当に。鼻の穴にシュンって入りそう、この画角。これだけで尺5分ぐらい使うんですけど。これ何キロカロリーやんの？ふがしはほら中がふわふわしてるからさ、多分0キロですよ。 80g だとして 100g あたり384キロカロリーある。ってことは384でしょ。だから320ぐらいはあるね。320って結構あるよ。うんうん。ドゥドゥンドゥドゥンって言ったけど、なんて言ったんだろう。あ、こっぽくなかったな。きつくなってきた。もう結構きついわこれ。表面から見ると面白い。これ面白い。さあ、アルパカ来るかな。うん、面白かった。面白い。面白面で見ると面白い。動物園じゃん。食べるかな。食べるよ。見たよ。全然食わないじゃん。これ縦にした方が食いやすいんじゃない？そう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 、だって口の形がこうなんだからさ。え？こんな大きく開けなきゃいけないじゃん。でも口って開けた時縦の方が大きくない？そんなことないか。入らん。入らん。食べる？うん。ここまで来たら最後まで行こうよ。あ、あともう焼き芋ぐらいしかない。あと二口ぐらいだね。ここで。おお、最後それ一口でいけるかな？あれ減らしてる。再度減らした。うん。綺麗だった。おかげで4口になったけど。マジで？下濡れてるからね。マイナスです。どういうこと？次水飲んでもなくなるってこと？さあ、最後一口いこう。もう9分も取ってるよ。途中10倍速ぐらいになるから。キュキュキュ。あ、あれ？あれ？あれ？ギブアップ？残念。ギブアップはしないよ。俺は WBC のように諦めない心を少年たちに。タイムアップなんですよ。
今何分もあと。あともうね、あと1秒。クリアー。甘っ。これはね、甘党じゃないと、スライドも、牛乳が欲しい。さあ、というわけで、はい、川越、江戸の日田んぼ、どうでした、いやね、最初ね、めちゃくちゃ通信情報だったんだけど、トラブル続きでね、大丈夫かなって思ったけどね。意外とね、やってくれて、ね、そう、ひなわじも見れたし、まあでも、いろんなこといろいろやってたんでね、菓子屋横丁は、江戸の日じゃなくても、いつでもやってるから、子供からまとめると思うから、ぜひ。おせんべい焼いたり ね、おせんべい焼いてるの、あーよかったね、あれでもね、ぜひぜひ、あれは江戸の日じゃなくてもやれる、できます、できます、ぜひやってみてください。最近が多かったから、すごい多少締めるとかいっぱいある、あのお箸を作るとか、あと指輪作るとか、ガラス玉作ったり、ガラス玉作るとか、ね、また来年ね、そう、江戸の日、今度晴れてる日にね、リベンジしたいね、そう、ちょっと今度は町民の格好したりもしたいね、じゃあ、こんなわけで顔へ興味あるよって方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いしまーす。せーの、カラスカ、バイバイ。待てー、川越来てねー。